はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今回はですね、2日目の映像ですね。2019年の10月19日の朝、広島の家族の新館前のあたりになっておりますというところですね。まあ、ここからですね、この日は呉のね、観光のイベントがね、ありますよということで、それに向かっていく様子でございますね。とっとと本番移せと言われそうですけどね。まあ、このあたりね、とりあえずね、面白かったのが、意外と広島って小型タクシーばっかしなんですよね。これ名古屋とかではあんまり見かけない光景だなと思うんです。こっちの四日市の方もほぼほぼ中型タクシーで、小型を見かけることの方が珍しい。たまにシエンタで見かけるかなっていうぐらいですから、こんなに、全部ね、これ小型なんですよ。そんなことあるんだなと思いながら、まあね、朝1だったんで、朝飯ね、食べれるところを物色しましたというところでございますね。まあ、あれですね、泊まったところはね、満喫のね、自由空間さん、泊まりました。安かったですよ。確かその時でね、当時で1680円とかってなってましたね、情報見たら。まあまあまあ、そんなことをね、思いながら、まあ、モーニングサービスとかはね、なかったんで、でさ、朝飯どうしようかなと思っとったらね、そうそうそう、これ、あれ、なんか、光っとるのあるなってことは、こんな時間から煮干しラーメンやっとるやないかと。でね、いうことでね、おっと思ったんですけどね、これね、後から調べてみたらですね、この時間ね、営業はしてないみたいです。なんかちょっと明かりがついててましたんですけどね、営業は時間ではない。少なくとも今はそうみたいです。ということでございます。っていうのをね、見ながらね、まあ、結局進んでいくんですけどね、そのままね、ずっと進んでいくと、まあ、裏通りの方ですよね、いわゆる、八丁堀からね、これ金山の方に向かっていく、形になっております。まあ一つ、裏の筋ですけどね。で、なんかちょっと面白い車が置いてあったりするお店とかね、あ、なんかちょっと裏通りもいろんな店があるな、まあやっぱこっちが繁華街なんでしょうね、ということでね、見ながら見とったらなんか立派な建物が見えてきました。なんか、これで、ね、三本、三村松かな、うん、いうね、いうお店らしいです。でやっぱり結構有名みたいですね。あちこちにね、なんか別館みたいなのもあって、仏具屋さんらしいんですけど、こっちの方では相当有名みたいですけど、松は松で三村松ってね、書いてありますけど、ね、ということらしいですよ。ということでね、まあちょっとね、地元じゃないんで、それのあたりを知らなかったわけですけど、まあこんな感じで、ここは一方通行かな。で、この道をね、ずっと、一貫北の方に向かっていったりとかするんですけど、ね、この辺りね、そう、あ、即配車もあるな、というのね、見ながらね。で、あ、これとかね、あと、駐車場の料金ね、さっきの方でちらっと見えてましたけど、やはりね、料金がね、こっちの方ね、こういった夜のお店が多いところ、繁華街の方に入ってくると、夜の料金が高くなるというね、傾向がありますよね、っていうのをね、見ながら、やっぱこっちの方が夜は栄えるところなんやな、というね。いうのがありますね。そう、オフィス街とかに行くとね、逆にね、夜は、ね、めちゃくちゃ安かったりしますからね。そうそうそう。いうのを見ながら、ちょっと一本筋を別のところに入っていくところかな。あ、そうか。ここでね、カープのね、そう、なんか、もみじ銀行さん。もみじ銀行って名前、このカープ坊やっていうね、広島やなと。いや、さすが広島やな。めちゃくちゃ広島のど真ん中来とるなと思ったら、その向かいにあるのが、山ちゃんってことでね、全然広島かなんやないけどということなんですけどね。まあ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 、山ちゃんね、どこでもありますもんね。もういやね、本当に名古屋のね、山ちゃんじゃないですからね、もうね。そう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 。それこそ山ちゃん、初めて行った山ちゃんは実は金山のお店でしたね。ここの金山じゃなくてね、ちょうどここが金山、ここは恵比寿町かな、恵比寿町ですけどね。そうそうそう。名古屋の金山のお店が初めて行った山ちゃんだったな、なんてことを思い出しながら。そうで、これね、駐車場を見るんですけど、こんな感じなんですよね。やっぱりこの、恵比寿町ですね。やっぱし、恵比寿町になってますけど、1200円。ね、昼間は1200円で、まあ、それでもまあまあいい値段なんですけど、夜は、最大料金ございません。青天井ですよ、ということなので、この辺りが、いう表示を見ると、ああ、繁華街、やっぱこっちが繁華街なんやなと、わかるわけですね。そうそう、四日市なんかでもね、諏訪境、西新地の方に行くと、ああいうような表記になって、これがね、もう諏訪町一本渡っただけで夜の料金は300円で打ち止めだとかってね、めっちゃ安くなったりしますからね。この辺りはね、またね、使い分けというところでございますね。というふうなことを話しとったら、金山町のちょうど駅前ですね。そう、
私前の動画でちょっと電停電停とかって言ってたと思うんですけど、駅が正式名なのかな、この広島電鉄さんの場合は。ちょっとそのあたりすいません、ちょっと詳しく分かってなくて申し訳ないんですけど、ちょっとぜひね、地元の方でね、教えていただければなぁとなんか思いながら、中尾があったらもう中尾で食べましたね。まあ何でもない中尾やと思ったんですけど、意外とね特徴がありましてね、カフェテリア方式って言ったらいいのかな、とは違うか、いわゆるセルフサービス方式というでもないな、食券を渡したらその場でバーッと作ってくれて、もうその場ではいよって出てくるっていうね方式だった。へえ、そんな方式なんやってね思いながら、やっぱ広島ですなとね、やっぱ市電が走ってるのを見るとね広島やなと思うし、もうその市電がカープやしね、っていうの話しとったら、まあバスもね、言うてね、バスもねどんどん行くわけですよ。すごいな、全部これ広島駅の方にね向かっていくバスですよ。いや、いろんなバスか、ちょっといろんなメーカーね、交通会社さんがあるみたいですけど、いや、よーけ走っとるやないかと。これにプラスアルファね、市電も走っとるわけですからね、いやー、大都市やなと感じるわけですね。で、またね、このね、広島市電っていうの、広島の電鉄さんの、このね、路面電車もね、本数が多いですよね。これもね、見とって飽きないんですよ。で、こんなね、最新型の車両もね、持ってきてはありますよ。ね、これなんかもう、はや、ね、すごい連結4連接かね、1234ってねなってますもんね。いや、すごいな、新しい車両もすごいななんて思いながらね、見とるわけでございますけどね、これは広島広域ですね。ですから宇品の方からずっと行くやつですよね。そうこの辺りとかはね、まだね、この夜にね、またこっちのね、市電の、広島湖の方の様子もね、出てますからね。まあまあいいか。もうすでに動画で出てますからね。で、さっきのね、電車を見送ったら、もう来るんですよね。もうね、ほんと振り返ったら、あの絵でしたからね。いや、すごいな。すごい本数やな。まあ、朝のね、忙しい時間帯に入ってくる時間帯。でも土日ですからね。どうなんだろう。土日でね、本数が変わるのかな、どうなんかなって。時刻表をね、見ずともね、来る感じだったね。これ見てないんですよね、時刻表を。ね、もう見送ったら、まあ、また来たよと。今度はこれは、どこだ？エヴァ？これでエヴァでしたっけ？ね。というね、ところにね、行くやつとかも走ってきますし。いやー、いろんな行き先に分かれていくな。これでも見とると、不思議ですよね。どうやって分かれるのかがよく分かってない。どうやってあれ分岐していくのかなって不思議ですよね、路面電車って。ね、あれでもなんかガッチャンガッチャンね、その転鉄機が動いてる感じもしないしなんてね思っとったら、あ、来ました、そう、向こう側ばっかしに、ね、どんどん出てったんですけどね。でやってきましたのがこれ広島駅行きみたいなね感じなんですけどね。そう、ちなみにこれね、今銀山って書いてありますけど、これでね金山って呼ぶらしいです。名古屋のね、金山で金山っていうのもなかなか読みにくいですけど、こっちの方が人ね、一枚上手かなと思います。でね、一応これね、出てますね。一応ね、方式は、広島駅ってなってたんです。まあ、そのままに移してまいります。5色じゃありませんよ、ということでね。まあ、こんな感じで、4月のね、車両でね、乗り心地も良かったですよ、ということで、やってきました。でね、こんな感じで、やっぱし混んでますね。いろんな方面別によって、この乗り場がいっぱいあるんでしょうね。いや、なるほど。これはなかなかすごいなと。さすがやなと思いながら歩いてったわけでございますけど、すごかったのは、市電の駅員さんがね、英語の案内、外交当時なんで、2019年なんで外人のね、方も多かったんですけど、ね、英語のね、案内がすんごい流暢でね、ネイティブだったのかなっていうぐらいに、すごく、流暢な英語を話されてたんで、あ、すごいな、観光都市やなと。こんなところにもあるね、感じるな、お土産街道なんていうのがあるっていうのもね、そう、都市の駅前にね、こういうのがあるっていうのもね、一つ観光都市らしさを感じますよね。そんなことをね、思いながら、ここはね、イコカのね、もうね、県内ですからね、私もね、近鉄ですから、イコカなんでね、もうね、バリバリ使いますよということで、これで黒いまで行けるってことなんで、当初はね、これね、このまま黒いまで直接行くつもりだったんですよ。ただね、先に言っておくと、列車のね、乗っとったらね、ちょっと電話がかかってきてましたもんでね、それで坂駅で降りて、ちょっと折り返しの電話を入れたりとかね、してましたよと。いう兼ね合いで、今回は坂駅で降りておりますということです。このね、すごいですよね。広、呉、坂。もうね、一文字丸けというね、
いやいや、どこに行くんやっていうね、感じになりますけどね、本当に、あの、広島と広っていうのがあるっていうのがね、最初ね、よく分かってなくて、これは何なんだとなりましたけど、広島行きと広行きで違うっていうね、なるほど。これはなかなかね、あの、県外の方、多分ね、県内の人はね、そんな当たり前やんっていうところなんでしょうけどね、いや、なかなか三日市と四日市みたいなもんなんでしょうね、こっちで言う。三日市言うたら鈴鹿やんってね、なりますけど、そういうもんでしょうね、なんて言っとったら、ね、いやなかなか古めかしい車両が、キハ47止まってましてね、これでね、春が雪らしいですね。いや、すごいな、こんなのをね、走っとるんやな、なんていうことも思いながらね、そうそう、広島はね、だいぶ新型車両、レッドウィングがね、置き換えたとはいえ、機動車はね、バリバリ国鉄車両、元気やなと。いや、これはこれでですね、いいですよね、やっぱ重みがありますよね、っていう感じがね、感じる、な、感じしながら、こっちの電車ね、広行きの方に乗ってきます。ってことでね、本当はね、このまま、今も言いましたけど、車で行く予定だったんですけど、ね、これね、すごく混んでるんですよね。ああ、プレセンス稽古のとるのは、まあでも見とったら地元の人もね、あの学生さんがね、多かったっていうのもありますけど、いや、オタク度も多かったなと。まあ私も、まあ提督度も多かったなということでね、まあまあ私もね、その例外ではないわけですけどね。まあまあ境駅で降りたんでね、そう、境駅でわーっと降りてきましたね。やっぱ学生さんが降りてくる人が多くてね、あ、この辺りにどうも学校があるみたいなんですね。なるほど、なるほど。ということで、これ、坂町っていう、まあ一つの、自治体らしいんですけど、結構栄えた町でね、ああ、結構なんや、周りもいっぱい建物あるしね、便利な町やなって、ね、思いながら、これは折り返していく広島行きの列車ですね、見送ってますよということですね。そうそうそう、広島方面側の、そうですね、うん、こっち側に国道があるんで、これは広島行きの方ですね。うん、っていうふうに、まあ、見送って、もう、まあ、これもまたいい景色やな、なんて思っとったら、ちょっと雨がね、ポッポッと当たってきたんですけど、まだね、そんな、傘を差すことでもないと思ったら、まあ、皆さんは差してましたね。そうか、そうかと。まあ、私はまあ、というか、私ほとんど傘を差さないね、人間ですからね、そうそうそう。ね、なんてことをね、言いながら、こんな感じで、ね、結構ね、ね、大規模ホームセンターもありますし、ユニクロなんかもあるし、結構飲食店もね、わーっと、もう駅から歩いて行ける時でね、こんだけ揃ってるんで、あ、そこでは非常に便利やな。で、このね、向かい側、奥の方に見えてる白い建物、これが図書館らしいですね。そう、坂町立図書館ってことで、ね、いや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 、ちょ、ね、図書館も直結してるってことで便利やし、なんとね、ここね、有事駅なんですね。ね、あの、緑の、うわ、緑の丸口ね、JR 西日本さん大幅に引き出しますって話できたからどうなるかわかりますけど、丸口、緑の券売機もあるし、なんて思っとったら、ね、これ、呉駅のところね、あれなんですね、あの、大丸乗車ができないのかな、ね、呉駅のところをダブルでね、あの、右側の方、料金が書いてあって、で、こちら側から回った場合はね、この値段になりますよってなっとったんで、あれなんでしょうね、多分、大丸乗車はできないっていう設定なのかな、って。いうふうに思っとったら、列車来た、列車来たと思って、これ、ホームに置いてきたんですね。そしたら、あの、当駅止まりや、というね、落ちでしたよ、ということで、と思っとったら、にゃんこ。いや、かわいいですよね。いやいや、これだけでもね、坂駅に来た価値ありましたよ。ちょっと、この後、お前、なんで映してないよ。ちょっと、そうそう、その位置やってね、思いながらで、いや、これ、かわいいにゃんこですよね。そうそうそう。なんでしょう、名物猫なのかな、どうかな、なんていうことを思いながらね。まあまあ通過列車もおらんところやし、でもね、まあちょっとね、駅構内から危ないぞ、なんてね、思いながら、まあまあまあ、分かっとるわい、慣れとるわいとね、言わんからじでね、こっちに来ることはなく、そのまま歩いていっちゃいましたということで、まあ見送って、まあ次のね、広行きの電車を待ちますという感じですね。そうそうそう。で、こんな感じで、まあいろんな行き先、行き先とかいろいろあるんですね。そうそう。ね、なんてことを思いながら、まあ、このまま次はね、もう奥で着いたところからね、始めますので、よろしくお願いいたします。ということで、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。